普段の日の、岡山後楽園にちょっと来てみました。岡山城がね、見える位置なんですけど、その隣にね、大きいね、クレーンが。一番ね、目につくのが、ゴミがね、ちょいちょい落ちてるんですよね。バフの上にその荷物を置いたりするような観光客がいるんで、はい、皆さんこんにちは。というわけで今回はね、後楽園にやってきました。もう岡山といえば後楽園ですね、有名ですね。まあなかなかその岡山の人っていうのは後楽園に行く機会があんまりないのかな。その夏になったら幻想庭園とかあったりするんですけど、まあ普段の日はそんなにね、行くことはないと思うんで、ちょっとね、この普段の日の岡山後楽園にちょっと来てみました。でね、結構ね、割引が使えるみたいなんで、岡山観光ウェブで、まあ、400ちょっとぐらいのとこが320ぐらい、結構ね、2割引ぐらいするんで、ぜひね、こう活用してもらいたいなと思います。それではスタートします。すぐね、ここはあんまり人が来ないとこだと思うんですけど、なんかありますね。この国をカサリク、カサリク水市今の時期、鳥獣の霊のため、鳥獣中に、特に何もないんですよ。箱が置いてあるんですけど、この箱の中に備品って書いてあるんですよね。見るかちょっとわかんないですけど、はい、備品、
岡山県備品ですね。まあその祭り行事とかそういう時に、まあ、使ったりするのをここで置いてるってわけです。あの後楽園もね、本当になかなか行くことがないんで、まあ、あったとしてもその幻想庭園っていう夜にね、そのライトアップしてるするイベントなんですけど、まあそれも暗闇なんで、ここまでね、ちっちゃいとこまで見えないと思うんで。岡山城がね見える位置なんですけど、その隣にね大きいねクレーンが見えてます。ちょっとね外観が変な感じですけど、でまあね、このクレーン一体これね何なんだというか、何のために何をやってるんだとちょっとね思うので、ちょっと後で見に行ってみようかなと思います。はい、このね、クレーンの正体は、県庁のね真裏にそういう建物のね工事、建設工事をしている、上にあるような感じですね。はい、というわけで結構ねいろいろ回ってるんですけど、一番ね目につくのがゴミがねちょいちょい落ちてるんですよね。はい、ゴミがあったりとか、その芝生の上にその荷物を置いたりするような観光客がいるんで、そうですねちょっと残念ですね、思ったより。はい、はい、皆さんお疲れ様です。はい、というわけでね、今回は岡山県の岡山市にある後楽園ですかね、そちらの方を今回撮影しました。その、まあ、岡山の中で一番有名って言っていいほどかなりね有名な場所であって、まあその行くにあたってはそのいい部分を取っていこうということでやってきたんですけど、まあよーく目を凝らすとその芝生の上にね物を置いたりとか、そのポイ捨てとかそういうちっちゃいゴミがあったりねしたんですよね。その今までねそのテレビとかで桜のシーズンとかその桜の木を触ったり折ったりとかそういうのはよく取り上げられてたんですけど、まあ、その後楽園もね実際その桜のシーズンじゃないですけど、こういう形でマナーというか守られてない方が少数おられる、おるということで、ちょっとねこういうこともあるんだよという形で、紹介させてもらいました。はい、で実際に本当に後楽園ってなんかちょっとちっちゃい京都っていうか、なんかそういうようななんか昔を大事にした昔に戻れる場所でもあるのかなとすごい思うんですよね。はい、で途中ね鳥獣のそういう記念碑、慰霊碑ですかね、もともとこの辺にはね森があって、でもまあ都市化によって、まあ、現在のようにね岡山市の町になっちゃって、もともとのねその岡山のその市内の、まあ、だいぶ昔だと思いますけど、まあ、こういうところもあったんだよっていう形で紹介してると思います。はい、というわけでまあその割引制度もあるんで、ぜひねチェックして行ってみてください。
はい、というわけでスピチューブ今回こんな形でご紹介させてもらいました。それではまたね、ありがとうございます。失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。